こんにちは。こんにちは。本日は某製薬会社の営業をされているレオンさんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあレオンさん、まずご自身の活動を簡単にご紹介いただけますか？私、某製薬会社で、営業をしておりまして、今現在は、SNS の活動に、注力して、大切な人でしたり、身の回りの、なんでしょう、家族とか、子供とかに、の持っている人に対して、今までの知識とか経験を、伝えたいっていう活動をしております。ありがとうございます。身の回りの方に役立つ情報を、これからちょっとお話を聞いていきたいと思いますけれども、いろいろご自身で今までで感じられることがあったと思いますので、ちょっとその内容についても伺っていきたいと思います。じゃあまず今そういう SNS 発信を製薬会社で働きながらそういう SNS 発信を力を入れられてるっていうことなんですけれども、その中でどのような夢やビジョンをお持ちですか？私がSNS を始めたきっかけが、同じように製薬会社の方でも SNS をやってたりっていうことと、やっぱりこれから個人の時代っていうところと、あとやっぱり医療機関によっても、なかなか集客の面で SNS とかってなかなか使えてなかったりする機関さんが結構多いなっていうところもあってですね。その分で、やっぱりいいお医者さんにかかるっていうことは、患者さんにとってもいいし、なんでしょうね、ちょっといまいちな先生といい先生を広く知ってもらうことができればかなっていうので、SNS に力を入れてるところがあります。なので、夢とかこれからのビジョンに関しては、やっぱり、信頼できるお医者さんっていうのをちゃんと見つけてもらって、そこで病気と向き合ったり、悩みを解決したりっていうことをやっていけば、より良い生活が、できるんじゃないかっていうところに、フォーカスを当てて、今 SNS 等で発信を注力させていただいているところになります。ありがとうございます。ちなみに、レオンさんにとって信頼できるお医者さんと、そうでないお医者さんって、どのように思われているんですか？年間ですね、大体100人とか、今までだと思うと1000人ぐらいの先生方とお会いしてきたんですけども、やっぱりしっかり話を聞いてくれたり、目を見て会話してくれるっていうところが一番大事かなとも思ってまして、薬を出せばいいっていうわけではなくて、なぜその薬が必要なのかっていうような説明とか、病気とか、その他の悩み事に対しても、ちょっと寄り添ってくれたりっていうところが、もちろんお医者さんってお忙しいので、そこまで時間が取れないとは思うんですけども、もうちょっと身近に感じてもらってもいいかな。なんかお医者さんってハードルが高かったり、これは勝手な僕自身の考えではあるんですけども、もうちょっと気軽にいろんな相談ができる機関が、あってもいいんじゃないかなっていうのが思ってるので、信頼できるお医者さんっていうのは、やっぱりいろんな話を聞いてもらったり、話しやすい雰囲気とか、そういう先生がやはり一番信頼できるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。やっぱり病気も病は気からっていうので、やっぱりただ病気だけを見るんじゃなくて、やっぱり心のケア、やっぱり信頼して何でも話せるって、それだけでやっぱり気が楽になって病気も良くなったりすることもあるのかなと思うので、すごく大事なことだなっていうふうに思いました。ありがありがとうとうございごます。ざいます。じゃあ次の質問に行かせていただきますね。で、それを具現化するために、
どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？はい、普通の仕事っていうか今までの仕事の、まあ、延長線上ですとなかなかこう影響力っていうのもなくて、はい、で、まあ、1人がこう仕事しながらやれるっていう範囲って限られてるので、そのためにもこの SNS、まあ、特にツイッターとかなんですけどそちらにちょっと注力して、はい、まあどういうことにみんなが悩んでるのかなっていうところも拾い上げながら、まあ、こういう考えとかこういうお医者さんの考えがあったりっていうことをまあ広めたりという形で、まあ、今そのやはり認知がないと発言も影響力がないっていうのは感じているので、そのために今ツイッター上ではたくさんの方に届けれるようにまあ、それは何ていうかフォロワー数とかに、まあ反映してくるところだと思うんですけど、まあ、今現在は、今フォロワーさんが5000人はいるんですけど、まあ1万人とかあともうちょっと広く届けるためにもちょっとその活動に注力をしています。はい、なのでまずはちょっと影響力を立てたいなっていうのが今の具体的な計画になってます。はい、はい、ありがとうございます。なんか時々レオンさんのアバターが消えちゃう感じですけど、はい、あーすいません大丈夫です。大丈夫ですか？なっちゃいました。ちょっと初めに伝え忘れたんですけども、ちょっとやっぱり顔出しが NG っていうことでアバターをね使わせていただいてます。ちょっと初めに公開すればよかったんですけど、はい、すいません。はい、なんです全然大丈夫です。そうか、影響力を与えるためにまずツイッターの、はい、まあ、ツイッターでの影響力を与えられるようになるためにもっと広げていくっていうところですかね、今はい出されているところは。そうですね、まずはちょっと、はい、それを考えてます。はい、でもあとそのやはり冒頭言ったように、まあ、医療機関さんとかももうちょっとこう SNS とか使ったりした方が、うん、何でしょうね、こう伝えやすいのになって思っているので、うん、まあ例えばですけどそういった SNS をやりたいっていう企業さんがいた時の、まあ、お力にもなれるかなっていうので今、うん、はい、力を入れております。その医療機関も発信した方がいいっていうのは、はい、どういった内容を発信したら、はい、患者さんも困らずに別、はい、な病院にを選択できる、まあ、どういった情報がないっていうふうにお思いですか？はい、そうですね、まあ、一般的にはやはりこういった状態とかここが痛い時にどこに行けばいいかわからないっていう問題でしたり、あとその結構転勤とかを繰り返したりすると新しい場所に行った時に、まあ、どこの病院が一番いいのかなとか探したりもするところかと思うんですけども、そういった面でこういった病気はうちこの医療機関がいいですとかいう部分をやっぱり全面的に押し出してくれてるところがあれば、なんかコマーシャルのようなものだとも思っていて、やっぱりテレビで見た、うん、病院とか結構印象に残ってたりもするところがあるので、まあ、ツイッター上でやってたり SNS やってる人たちにとってはこういうまあ CM のようなものだとも思っているので、まあ、そういった、うん、なんていうんでしょうね、力を入れてるっていうことはそれなりに自信もあったり、そういった患者様を助けたいっていうそういう病院様の考えもうまく反映できるところなので、その院長先生とか病院が掲げるビジョンと我々がその困っているところがうまくマッチングできるんじゃないかなとは思っているところでありますね。はい、ありがとうございます。やっぱり、はい、そうですね、なんかこういうところっていうのがやっぱり不明確だと本当にどこに行っていいかもわからないので、はい、そういうところをやっぱり規定してそういうやっぱりその病院のアイデンティティですかね、はい、やっぱりそういうのを規定してそれがやっぱり分かる、知らしめるっていうことってやっぱり、はい、大事かなっていう私も思いました。はい、
ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい、次の質問ですね。で、じゃあその目標や計画に対して現在どのような活動指針を持って、どのような活動を行っていらっしゃいますか？はい、そうですね、まあちょっとお話が混ざってしまうかもしれないですけど、やっぱり発信するっていうことが大事だと思ってはいるので、その SNS 活動でしたり、あとその結構病院様のホームページとかを見る機会も多いんですけど、仕事柄なかなかちょっとこう分かりづらかったりとか、例えば電話番号にしてもこう直でかけれなかったり、また一回携帯にとか電話で打ち直したりっていうところもあると思うので、今はほとんどそのスマホでしたり、まあ、携帯を使うところがあるので、番号も多分そのホームページとかに書かれてる番号を直通で押せばいいのになってとかも思ってたりもして、はい、なので何でしょうね、結構命に関わることとかそうじゃないことに関しても早期発見とかって とても大事だと思うので、はい、まあ、細かいことなんですけど、そのいうところで、そのすごく名医な先生がいたとしても、その病院がちょっとこうなんでしょう、ホームページ見ていまいちだったりとか、うん、すると行かないケースとか、まあ本当商品買うのと同じような感覚だとも思ってて、はい、なのでその辺もうまくこうちょっと動線を捉えたりっていうことをやっていければ、より多くの人がこう困らなかったり、うん、助かったりするんじゃないかなと思ってるので、まあ、そういった、なんでしょうね、デジタル的な部分も、うまくこう活用とかアドバイスできるようになりたいなとは思っています。なので、ちょっとそういったマーケティングでしたり、デジタル的な技術向上の勉強ということも今しているところです。はい、ありがとうございます。そうしましたら次の質問に行きますね。そうしましたら、はい、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何だったんですか？で、そこにどのような発見や出会いがあって今のようなことをされるようになったんですか？はい、まあ、私の身近なところで言うと、その、はい、例えばこう大病を患ってたりとか亡くなったっていう方はいらっしゃらないんですけども、その、うん、結構このツイッター上とかでも病気で悩んでたりとか、まあ仕事からちょっといろいろそういった病気に対しては、まあ、患者様のお話を聞いたりっていうこともあったりするので、まあ、知識とか患者様のお悩みにどういうことに悩んでるかっていうのは知識として蓄えることはできてるんですけど、実際にやはりすごく困ってるけどどうしたらいいかっていうのがわからないっていうのがわからない人っていうのもすごく多くて、ですので、まあこのビジョンを持ったきっかけがやはりそういう、なんでしょうね、先ほどの信頼できる先生とか、まあ、名医と呼ばれる先生とか、まあ、それだけじゃなくてこうやっぱり医療格差とかも、ね、これからも生じてくるかなとも思っているところがあるので、まあ、そういった方を少しでも、なんでしょうね、医者ではないんですけど営業でいろんな先生と会ってきた経験から話すことができるのではないかっていうところがあるので、まあきっかけ自体はそのような方を救いたいっていうのが、まあ、一つのきっかけで、はい、やっぱり、なんでしょうね。どうしたらいいっていう言葉とかが、まあ、僕自身もそうなんですけど、やっぱり、僕はある程度、こう、関わってるから分かってたりもするし、全く分からない人から見たら、その、例えばめちゃくちゃ嫌な先生でも、我慢して通ってたりとか、本当に。メモを見たり薬だけポンって出されるとか、特にその精神科の先生とかに関わってる方が
なんか多いような印象も受けたりしたんですけど、はい、なんか薬だけ出せばいいとかいう、はい、そういう先生にずっとかかる必要はないんだよっていうことも伝えたいし、例えばそのセカンドオピニオンを使ったりとか、まあ、医療機関をどんどん変えたりするっていうことも別に悪いことじゃないし、っていうこともなんか結構その知らないというか、ずっとこうそこに通い続けないといけないっていうのをなんか先入観で思われてる方も中にはいらっしゃったりして、そういう必要はないんだよっていうことも改めてちょっと伝えたいなっていうので思っているところです。はい、ありがとうございます。やっぱり病院のことってなかなか分からなかったりとか、で今レモンさんが言ったように、一回かかったらそこに行き続けなきゃいけないってなんかどこかやっぱり思ってしまう。でやっぱり経過を見るだろうから、病気っていうものは、だからやっぱり同じ先生にかからないとって、どこかやっぱりそういう固定観念があるなっていうのを私もすごく感じるし、自分自身もなんかやっぱりいい先生、自分にとっていい先生、合う先生がわからないから、結局なんか探すのにやっぱり何でしょう、時間がかかるし、はい、でも今病気があるからそれをなんとかしたいしっていう、やっぱりジレンマってすごくあるなって思いますね。だからレモさんのことをね、そうやって発信して教えてくださる方がいるって本当に貴重だなっていうのをすごく聞いてて感じました。ありがとうございます。はい、でじゃあ最後の質問に行きますね。でその発見や出会いの背景にどのようなことがあったのかと思うんですけども、なんか初めの質問から聞いてると、やっぱりすごく先生のただ目も見ないでお薬を出すだけとか、やっぱりそういったところに問題を感じているようですし、やっぱりいい先生にかかってもらいたいで、はい、やっぱりなんかそういう困ってる人をやっぱり放っておけないのかなっていうのをすごく感じるんですね。でそういうレオンさんが、はい、作られたきっかけ、なんかやっぱりそこ何かあるのかなっていうふうに思ったんですけれども、はいはい、もうここがちょっと聞きたいなと思いました。はい、うん、まあなんでしょうね、こういうことを言っていいのかっていうのは最初ちょっと戸惑った部分ではありまして、その、はい、まあ、医者でもないし、ただのその製薬会社の営業マンがそんな偉そうにとかではないですけど、そんな医者を選ぶ立場でもないしと思ったんですけども、まあ、そのお医者さんと関わってる中で、なんて言うんでしょう、例えばその、まあ、僕らもちょっと営業として薬を売りには行きますけども、うん、やっぱりちゃんと接してくれるとか、人として認めてくれるっていうようなお医者さんにすごく恩返ししたいなっていうのが、まあ、本当に最初のきっかけでもありまして、全然その例えばその、まあ、極端な話なんですけど、こうもう名刺をポイって捨てられたりとか、もちろん薬の話とかいらないっていうことではあると思うんですけど、ちょっとそういう今営業はいらないっていうようなところもあると思うんですが、そういう先生のところに患者様が結構こう通われてたり、いやそういう先生って本当にちゃんと見てくれてるのならいいけどなっていうのも思ったりして、なのでまあちょっと、まあ、営業という立場で偉そうなことを言ってはいますが、やっぱりちゃんとした先生ではないですけど、人を見てくれる先生にちゃんとかかった方がいいしっていうことを常々思ってたので、はい、バチここが何でしょうね、僕自身、まあごめんなさい、ちょっとうまく言葉になってないんですけど、はい、まあいいえ、うん、出会いの背景自体は、うん、まあ、最初はちょっと躊躇しましたけど、僕から言えることが、まあ、あるんじゃないかっていうことが、うん、その、まあ、今頑張って続けてる根底にもあります。はい、っていう回答になる。すいません、ちょっとこの辺。いや、とんでもないです。ありがとうございます。はい、なんかそういう、なんでしょう、例えばなんかご自身がなんかそういう理不尽な目だとか、はい、なんかそういうのがあってのこと、ことなのかなと思ったんですけども、
ただ、まあ、はい、ご自身があのお仕事を営業されている中で、やっぱり先生たちの姿を見て、やっぱり、ご自身に対する、ご自身が営業に、そういう態度で、はい、やっぱりこういう人に、やっぱり、はい、患者さんもかかってほしいなとか、やっぱりこういう人は、はいはい、やっぱり、ちょっと、やっぱり患者さんは大事にされてるんだろうかっていう心配になってしまう。そういう心があってのことなのかなっていうふうに思います。はい、あ、もう、あ、そうです。それが伝えたかったところです。はい、うん、本当に。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、あのこちらの動画をご覧の皆様に、あの一言メッセージをお願いできますでしょうか。はい、すいません。今日はあのお時間をいただいた部分がありまして、あの拙いちょっと機械の営業マンですけども、まあ、これからの時代にやっぱり何でしょうね、誰と関わっていくかっていうところとか、あの、まあ、健康と長生きっていうところは僕たち自身は誰かの大切な人ではあると思っているので、まあ、長生きしたり、あの自ら命を絶つことなく、もしくはその健康でいるために、さまざまな、何でしょうね、お役立ちの情報とかをこれからも発信していきますので、まあ、皆さんと共にあの人とつながりが一番大事だと思ってますので、まあ、これからも何かきっかけがあれば、あの一緒に頑張らせていただければというふうに思っております。はい、すいません、はい、ありがとうございました。今日はあの、はい、本当に貴重な時間をありがとうございました。はい、ありがとうございます。レオンさんにお話を伺いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。